山さんのダブルプレーが成立をいたしました。当時私はラジオでも喋ったことがありますが、吉田のクラブには鉄板が入っているとこう言いました。カーンと打ちます。焦点を置きます。そうすると吉田は左に上がったクラブでボールを取るんじゃなくて、ショートアウトした球をカーンと手のひらに当てて、反動で右手にずっとボールを持ち替えて、簡単にいつでも6、4、3のダブルプレーが成立をする。じゃあ、宇佐美のとこは、ショート吉田にゴロを、ランナー1塁に打ってゴロを打ったやつは、バッキングを取る。なんとなれば、そいつは簡単にジャイアンツの選手が、タイガースにダブルプレーに取られる、そういうことをしたからだと言ったくらい、ショートの吉田を奪った。それから、サードの三宅は、とにかく、ゴロを打って、サードゴロで倒れますが、その時に、必ず、サードを、三宅が取って、ファーストでボールを送る時に、私はいろんな人に会いましたけれども、サードの三宅のサードからの投球だけは、絶対にゴロがシュートしない。あんなに取りやすい球を投げる選手が生まれられることはないというのが、セ・リーグの選手の定説でございました。